南野さん、とうとう香川変身ならず。欧州チャンピオンズリーグでモナコの南野匠が2得点1アシストの活躍で勝利に貢献し、CL 日本人最多得点記録に並んだ。CL での1試合複数得点は香川真司以来日本人2人目の快挙。モナコは勝ち点7に伸ばし、1次リーグ突破へ向け前進した。今年から CL の勝ちが激落ちしてると思う。ワールドカップもだが出場のな、勝ちはむしろ上がるに決まってんだろう。上に行けば強敵とやるのは変わらないし、チーム数が増えるほどジャイアントキリング含め勝ち進むのは難しくなるんだから。EL かよっていうぐらいしょぼいカードだな。柿谷 TV に出てたエンボロまだ27って。南野はプレイオフもあるから CL 通算6点。すごすぎ、完全に大谷超えたな。クレメント時代はベンチでぼーっとするか、たまに試合出てもっさりするかの2択だったのに、監督の影響半端ないわ。南野は鎌田と違って背負ってターンでかわせるからな。三笘、伊藤慶と南野はみんなスピードがちむち、相手でも一人は抜けるし。ちな、今回のゴールは背負ってもなくターンも関係なかった模様。シュート精度は高いね、ただ相手が弱すぎた。インテルより点取ってるんだよな。マドリードルトムント見たらこの低レベル試合とレベルが違った。ジェイス・アンリ・ユーベに勝つ。なお、テレビではガン無視されるニュース、テレビニュースにならないと勝ちないです。ニュースやってた価値あるということだな、サンキュー。いや、報道ステーションでは報道すると思う。なぜか今年から CL をよく報道するようになったからな。 NHK とかは完全無視だろうけどな。やっぱ格上でないと微妙な扱いになるのかな。CL での得点にもありがたみなくなってきたな。モナコ好調だな。いくら弱いと言っても一応レッドスターなんだがな。香川は33試合で4点、南野は CL 本戦18試合で4点だな。